紹介させていただきます。これより広域災害環境モニタリングのための準リアルタイム地球環境地球観測衛星情報生成配信システムと題しまして、広島工業大学環境学部地球環境学科菅雄三様より発表していただきます。菅様、よろしくお願いいたします。広島工業大学の菅でございます。私ども現在広域災害環境モニタリングのための準リアルタイム地球観測衛星情報生成および配信システムの研究開発を行っています。私どもの研究所におきましては、現在災害環境モニタリングに有効なプロダクトの生成を直接受信処理を行う衛星データから生成しております。でまた衛星データだけでは解析が難しくございますので、既存の地形データ、国土地震からの情報を組み合わせた形で 3D ビューアシステムを開発しております。本学によりましては、こういった地球観測衛星用の受信施設を建設しております。で現在 NASA の広域観測用の衛星データの直接受信処理を行っています。また中分解の高分解の衛星におきましては、ネットワーク解析によりまして、契約を行っております。これが本学の受信施設でございます。でまずスオミ MPP、最近の新しい衛星ですが、実際の直接受信処理を行った場合、こういったクイックルックでもちまして、まさにリアルタイムでの衛星画像の受信と画像生成を行っております。だいたい1パスがだいたい3000キロ幅で、約8分から10分ぐらいのリアルタイムでの画像生成を毎日昼および夜行っております。でこの NPP データは広域でございます。そういった関係で1キロ分解能が1キロから250メートルというグリッドサイズになっております。こういった形で衛星画像データを平面的かつ3次元的なビューアーによりまして、地形解析を含めて行うことができます。ちなみにこれは PM2.5 の極状態、ネズミ色のところが識別されております。でまた海洋汚染の広域海洋汚染のパターンも出ております。でまた中分解衛星ランサテイトにおきましては、無償でウェブ配信されておりますので、こういったデータも合わせて、共有をしております。で、これも広島市を中心としたワンシーンの 3D ビューアーによる3次元画像化を行っております。で私どもの 3D によりますと、国土地理の基盤地図情報、国土数値情報、これらは直接取り込むことができまして、3次元ビューアー上で展開することが可能なシステムになっております。でまた、中分解のおよびその高分解の衛星で、特に高分解の衛星におきましては、本学と衛星運用局、運用会社との契約に基づきまして、リアルタイムでの、ウェブサービスを行うような仕組みを作っております。これはエロス B の高分解の衛星でございますけれども、リクエスト要求に応じまして画像の取得が可能になっています。これは本学を中心にした、10キロかけ10キロ仕様、これがワンシーンの提供サイズになっておりますけれども、こういった形で、平面画像のみならず3次元画像化することによって、ユーザーに提供することができる、衛星画像のみならずビューアーとパッケージ化して、提供できるというものでございます。で、こういった衛星画像を使う上で、特に防災分野、広島県が土砂災害危険箇所が最多でございます。そういった関係から防災分野への活用というものを中心的に考えています。で特に、こういった集中豪雨によります土砂災害の被災状況、通常は平面的な画像で得られるわけですが、私どものビューアーを用いますと、このように3次元化することによりまして、その源頭部、最初に、崩壊する地点の状況、そういったものを3次元的に
準リアルタイムで分析できるという特徴がございます。まあ、一般のハザードマップというのはこういった現状調査がほとんどなされておりません。まあ、広島県もこういった集中豪雨による土砂災害が毎年のように頻発しております。まあ低分解の中分解の高分解の衛星によりまして、でこういった現状調査を行っております。広島県ではこの現状調査がほとんど行われておりません。まあ、そういった面から言いますと衛星データを活用する価値が有効性があるのではないかというふうに考えています。しかもこういった3次元上での分析ができるということになりますと、ハザードマップの従来のハザードマップの見直しにも役立つと。でこれは、東日本大震災の時の広域の観測用の衛星でもちまして、津波災害を3次元的に分析したものでございます。海岸線に沿って、5キロの幅で標高5メートルぐらいのところまで津波災害があったということを3次元的な分析から画像解析のみならず、こういった地形解析を含めて定量的かつ定性的に分析できています。でまたこれは南三陸町におきます津波災害を高分解の衛星におきまして分析しております。でこの結果によりますと、この青色で示されたところですが、津波災害によりまして標高14メーターから15メーターの地域まで、完全に、破壊されているという分析ができております。まあ、今後予定されております南海トラフにおいてもこういったシステムが活用できるんじゃないかと思います。でまたこれは、台風12号によります深層崩壊、紀伊半島の例でございます。でただ単に崩壊地を検出するのみならず、このシステムは私ども独自開発でカスタマイズが可能でございまして、3次元画像上でこのように崩壊土砂量を計算して出すことができます。まあ、こういった面で言いますと、実際の崩壊土砂量を計算することによりまして、初動体制、災害の初動体制に役立つ情報を提供できるのではないかというふうに考えております。でこれはこの夏発生しました山口島根の災害でございます。でここの上の画像はエクスパンドエンジン工具データでございます。でこれは、建設省、国土交通省が地上型のエクスパンドエンジンレーダーを設置しておりまして、この情報と組み合わせることが可能になっております。まあ、そういったシステム開発も同時に行っております。でそれと地形データ、そして衛星データによる崩壊危険箇所および実際の崩壊地を示しています。で危険地域と指定されたところは崩壊されていませんので、危険地域以外のところで崩壊する、まあ、こういったことを見ますとハザードマップの見直しに役に立つと思います。でまたこの13日に防災訓練が行われまして、中国整備局に実際使っていただきました稼働閉塞の例で想定図でございます。で中国地方でも深層崩壊地が何箇所か指定されておりまして、そのうちの1箇所は、島根県の引見町というところですが、もしこういったところで深層崩壊が起こった場合、稼働閉塞が起こるわけで、稼働閉塞によりましてこれぐらい水が溜まるであろうということが予想できます。まあ、そういった場合、どこまで浸水していくか、水が溜まっていくか、でまたその場合、国土交通省のテックフォースチームがどこまで初動体制を取るためにアクセスできるか、その道路情報もこの GIS と地形データ衛星データを組み合わせることによりまして分析できると。で実際の、稼働閉塞による、実際の水量も計算できるわけであります。でこれによりまして、もし、破綻した場合には下流域にどこまで影響を及ぼすかという、防災訓練にも実際活用されております。で、私どもの研究におきましては、こういった衛星データを画像的に分析するのみならず、国土地理院が提供しております基盤地図情報、また国土数値情報、まあ、こういったものを直接的に取り込み、そして融合化統合化することによりまして地形解析を可能にしております。例えばこれ富士山の例でございますけれども、衛星画像からはその状態を見ることはできるわけでございますけれども、具体的な地形解析を行うためには基盤地図情報からこういった地形解析を行うことができます。赤色のところほど急傾斜地であると。でまた
この断面を取ることによりまして、その断面の10断面図を画像3次元画像上で、こういったプル断面によりまして、自動的に、中央段解析ができます。まあ、これ人間が歩いておりますけども、実際の標高データがその地点その地点で分析できるというものでございます。まあ、こういった形で言いますと、ただ単なる衛星データのみならず、既存の地形データ、数字、地形データ、基盤地図情報と組み合わせて、より柔軟で、高度化された付加価値の高い、分析情報、災害分析、環境分析情報として提供できるものではないかというふうに考えています。で、現在私どもの大学のウェブサイトにこういった情報を蓄積いたしまして、誰でもが、アクセスできる、まあ、そういったオープンデータシステムを構築しつつあります。で、実際には、現在中央地方選挙区に対しましてウェブサイトを公開しておりまして、平常時から災害に対する分析機能を強化していくという実用化研究も今年から正式に始まっております。で、また、震災によります被災地、まあ、この場合で言いますと、津波による浸水域の想定図、まあ、そういったものもこの3次元画像上で分析できるということに、いうことを可能にしております。で、また、最初に申し上げました広域観測衛星によりまして、これは毎日観測をしておりまして、昼の画像、そしてまた夜の画像も観測できるようになっております。まあ、こういった観点から言いますと、広域的かつ地域的な情報を、環境の分析、災害の分析に使える状況になります。で、また特にこの夜間画像は衛星データから得られる唯一のデータでございます。まあ、これによりまして電力消費量であるとかヒートアイランド現象、まあ、こういったものをつぶさに定性的かつ定量的に数値的にも分析できるという状況にございます。まあ、こういった地球観測衛星技術を活用いたしまして、災害問題、環境問題で、また一次産業、二次産業、暮らしの安全安心に役立つ実空間技術としての研究開発を行っておりまして、今後オープンデータとして公開していく予定でございます。ご清聴ありがとうございました。菅様ありがとうございました。